トゥエステースとアーエーロペトゥエステースはギリシア神話の人物である。長母音を省略してトゥエスティスとも表記される。タンタロスの子ペロプスとヒッポダメアの子で、アトレウス、ピッテウス、プレーステネス、アスティュダメア、ニーキッペイ、リューシディケート兄弟、また、イボ兄弟にクリューシッポスがいる。水のニュームペイとの間に、アグラオス、カリレオオーン、オルコメノスを、 アトレウスの妻アイエロペイトの間にタンタロス、プレイステネースを設けた。しかしプレイステネースはアトレウスの子供だったのを自分の子として育てたとも言う。また自分の娘ペロピアとの間にアイギストスを設けた。キュエステースはミューケー内の王位をめぐり貫通と犠牲によって兄であるアトレウスを陥れようとし、アトレウスのおぞましい報復を受けたことで知られる。 この悲劇はペロプスがミュルティロスを殺したことに気する、呪いが原因であるなどと言われ、タンタロスの家系に度重なる悲劇の中核を成している。テーバイを追われたラーエオスはペロプスの元に亡命したが、後にクリーシッポスを誘拐しようとした。しかし、テュエステースとアトレウスに連れ戻された時、母のヒッポダメアはペロプスがママこのクリーシッポスに王位を継がせることを恐れ、 トゥエステースとアトレウスにクリューシッポスを殺すよう説得した。しかし二人が拒んだので、ヒッポダメイアは自らクリューシッポスを殺害し、犯行をラーヨオスに見せかけようとした。しかし犯行が露見し、ヒッポダメイアはペロプスに追放され、アルゴスのミデアに亡命した。しかし、トゥエステースとアトレウスが殺したとも言われる。ミュケナイの王、ステネロスはアムピトリオ,オンの追放後、 ミュケーナイト、ティウンスを支配し、テュエステースとアトレウスを招いて、ミデアを支配させた。ステネロスの子エウイルステウスの死後、新宅は、ペロプスの子をミュケーナイの王にすべしと告げた。そこで、テュエステースとアトレウスは王位をめぐって対立した。テュエステースは、アトレウスの妻アーエロペイと貫通し、アトレウスが大事に保管していた、金曜毛を盗ませて、自分のものにした上で、 金曜毛の所有者が王位を継ぐべきだと主張した。アトレウスが同意すると金曜毛を示し王となった。しかしゼウスはヘルメスを使わし、もし太陽が手も逆に進んだならアトレウスが王になることをテュエステースに認めさせた。そして実際に太陽が逆行した時アトレウスが王となりテュエステースは追放された。しかしアトレウスは 妻と貫通したトゥエステースを許すことができず、和解と称して呼び戻し、トゥエステースの子供たちを殺して、トゥエステースの食卓に供した。トゥエステースは、喜んで食べ尽くし、アトレウスの悪行のために、太陽は進路を変えた。トゥエステースは喜びを、自分の子供たちと分かち合いたいと思い、子供たちを呼んでくれるよう頼んだ。しかしアトレウスはこれに応じず、代わりに、 子供たちの血を混ぜたワインを飲ませた。テュエステースは不安にかられ、再度アトレウスに子供たちを連れてきてくれるよう頼んだ。しかしアトレウスが分けておいた子供の体の切れ端を示したとき、テュエステースはアトレウスの残虐な行為を悟って絶叫し、ペロプスの末裔を呪い、神に祈った。再び追放されたテュエステースはどんな手段を使ってでも復讐することを誓い、 その方法を神託に問うた。神託は自分の娘との間に子供が生まれたらその子供が復讐を遂げてくれるだろうと告げた。そこでテュエステースは娘のペロピアがいる四季王音に行った。テュエステースが四季王音に着いた時、ペロピアはアテナーを採取しているところだった。テュエステースは森に身を潜めて機会を伺うとペロピアは儀式の途中につまずいて、 衣服を汚し、皮で服を脱いで洗い出した。そこで、テュエステースは顔を隠して、ペロピアと交わった。その時ペロピアは、テュエステースの剣を盗み、アテーナーの祭壇に隠した。一方のミュウケー内ではアトレウスが原因で基金に襲われていた。そこで神託に問うと、神託は、テュエステースを連れ戻すよう告げた。そこでアトレウスは、テュエステースを探して、 地球をオンに行き、そこでテュエステースの子を身ごもっているペロピアを見染め、妻とした。ペロピアは、子供のアイギストスが生まれると捨てたが、アトレウスはアイギストスを見つけ、自分の子として育てた。また、アガメムノーンとメネラオスに、テュエステースを探させた。アガメムノーンとメネラオスは、テュエステースの居場所を神託に問うために、デルポイにやってきて、そこでテュエステースを発見し、 見受け内に連れ戻した。アトレウスは、テュエステースを投獄し、アイギストスに、テュエステースを殺すよう命じた。アイギストスはかつて母、ペロピアが、テュエステースから盗んだ剣を持って牢屋に行ったが、その剣を見たテュエステースは、それが、自分のものであると気づき、アイギストスにその剣について質問した。アイギストスは、母から授かったものだと答えた。 トゥエステースは母を連れてきてくれるよう頼んだ。アイギストスはペロピアから剣の由来を聞き、トゥエステースが父であることを知った。ペロピアはその剣で自殺し、アイギストスはアトレウスを殺して、トゥエステースを未受ナイの王に福井させた。アトレウスの死後、アガメムノーンとメネラーオスは、ウバによって、シキオンオポリュペーデースのところに逃げ、その後アイトーリアをオ,オイネウスのところに送られた。 あとに、スパルタオ・テュンダレオスは、アガメムノーンとメネラーオスの後ろ盾となって、二人を、見受けないに帰還させた。テュエステースは、ヘーラーの祭壇に逃げ込んだので命は助けられたが、キュテラ島に住むことを誓わされ、追放された。テュエステースとアトレウスの不和は、多くの悲劇作家が悲劇化を行っている。特にソッポクレースは、テュエステースというタイトルの悲劇を三つ作ったことが、 アピルスから知られている。しかしほとんどの作品が散逸してしまい、完全な形で現存しているのは、セネカのテュエステースのみである。ソポクレースエウリピデース、アガトーンカレーポンアクラガスのカルキノスアテナイの、ディオゲネスタルソスのアポロドーロスエンニウス、アッキウスアリウス、グラックスマメルクスアエミリウススカウルスポンポニウス、セクンドゥス。ありがとうございます。